ナショナルアーカイブスのアメリカ合衆国憲法修正第14条アメリカ合衆国憲法修正第14条は南北戦争後に成立した3つの憲法修正条項の一つであり元奴隷の権利を確保することが意図されたものであるこれには適正手続き条項や平等保護の条項が含まれている1866年6月13日に提案され 1868年7月9日に批准された権利証券の成立以後ではおそらく最も重要な憲法枠組みの変更となった。この修正条項はアメリカ合衆国市民としての身分の広範な定義が盛り込まれており、アフリカ系アメリカ人を市民として排除したドレッド・スコット対サンフォード事件の判決を覆すことになった。各州に対しては、 その司法権の範囲内で市民に限定せず全ての人、法人を含むに対する法の下の平等保護を求めている。また、20世紀半ばには、ブラウン対教育委員会受験のような法的差別を排除するために用いられた。適正手続き条項は、プライバシーの権利や妊娠中絶などの問題に関する重要で議論の多い判例を生むことになった。 デコンストラクション修正条項群の他の二つは修正第13条と修正第15条であるアメリカ合衆国最高裁判所判事のアスウェインによればこれらの修正条項はかなりよく解釈されて新しいマグナカルタの品位に達していると言っても良いかもしれないと評価された修正第14条の第1節では市民としての身分を定義し各州には 公民権を規定するよう要求している。第一節、アメリカ合衆国で生まれ、あるいは帰化した者、及びその司法権に属することになったものすべては、アメリカ合衆国の市民であり、その住む州の市民である。いかなる州もアメリカ合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、いかなる州も、法の適正手続きなしに、個人の生命、 自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その司法権の範囲で個人に対する法の平等保護を否定してはならない。1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件の判決では、アフリカ系アメリカ人がアメリカ合衆国の市民ではなく、またなり得ないとし、市民に許される特権や免除権を享受できないとしていたが、アメリカ合衆国議会がこれを覆したことになった。 1866年の公民権法ではすでにアメリカ合衆国で生まれたすべてのものに合衆国の市民であることを認めていた。修正第14条の枠組みは議会の権威でこれに違反する法を通すことを求めて最高裁がこの条項を違憲とすることを防止し、あるいは議会が単に多数決でこの条項を変えることを防止するために憲法の中にこの原則を置いた。 第一節の規定は、アメリカ合衆国国内で生まれた子供は、ほとんど例外なくアメリカ合衆国市民であるということで解釈されてきた。このようなタイプの保障は、出生地主義とか、領土の権利とか呼ばれるが、ヨーロッパやアジアの大半では存在せず、イギリスの慣習法の一部であり、アメリカ大陸では共通のものである。 その司法権に属するという言葉は、アメリカの大地で生まれたことは、自動的に市民であることを認めるという、普遍的規則に例外があることを示している。アメリカ合衆国対ウォンキムアーク事件では、最高裁が、アメリカ合衆国領土内で生まれたものは、本人あるいは、両親の国籍に関係なく生まれながらにして、市民としての身分を持つ資格があると裁定した。 この規則の唯一の例外となったのは、ウォン・キム・アークがアメリカ合衆国と敵対的な関係にある敵国の外交官に関係があり、しかもアメリカ州の先住民族の一人だったことである。ウォン・キム・アークの判決の時には、合法な移民と違法な移民との違いが明確でなかった。この判決でもそれに続く判決でも違法な移民の子としてアメリカ合衆国で生まれた子供が、 修正条項に従って生まれながらに市民と認められるか、最高裁は明確には裁定していない。ただし、一般には市民であると認められてきた。いくつかの最高裁の判例では、不言の中で、そのような子供が生まれながらに市民であると案に認めるかほのめかしている。そのような判例とは、INS 対リオスピネダ事件やプライラー帯同事件がある。それにもかかわらず、 アメリカ合衆国議会は立法によって、そのような子供をアメリカ合衆国市民から除外できる権限があると主張する者もいる。そのような法案はしばしば議員単独で提案されているが、提案したものはない。修正第14条では、アメリカ合衆国市民資格の喪失について明確に規定していない。アメリカ合衆国市民資格の喪失は次のような条件下でのみ可能である。 長い間、外国の市民資格の自発的な取得、または実行は、アメリカ合衆国市民資格の取り消しの十分な理由と考えられた。この考え方は合衆国と他の国との一連の条約で確認された。しかし、最高裁は1967年のアフロイーム・タイラスク事件の判決、及び1980年のバンス対テラザス事件の判決で覆し、 修正第14条の市民資格の条項は、議会が市民資格の取り消しを認めるようなことを禁じているとした。アメリカ合衆国議会が修正第14条を通したのは、アメリカ合衆国での奴隷制を終わらせた修正第13条の後で、南部の諸州が黒人法を成立させたことに反応したことでもあった。黒人法は、解放奴隷の移動を制限し、 訴訟を起こしたり法廷で証言したりすることを防ぐことで以前の奴隷の状態とあまり変わらない状態に戻す試みであった。この修正第14条が成立する前は権利焦点が普遍的とまではいかないものの一般的に連邦政府を拘束するものとしてのみ働くと考えられ州政府には及ばないように見られていた。州と市民の関係及び州と他の州との関係は 州憲法とその法律及び州の権限を制限するアメリカが州国憲法の条項によってのみ法的な制限がかけられていた。多くの州はその憲法と法律を連邦政府のものをモデルにしていたが、州憲法は必ずしも権利焦点に相当する条項を含む必要はなかった。修正第14条の提案者と初期支持者は権利焦点や 他の憲法条項で連邦政府がすでに尊重を求められている個人の権利の認識を各州が求められるものと信じていたとみなすにたる理由がある。これらの権利はすべて修正条項で保護された特権と免除権の中に入っていると理解される可能性があった。しかし、1873年のスローターハウス事件に対する最高裁の判決は 修正第14条の及ぶ範囲を制限するものであり、特権と免除権条項は、連邦政府によってが州国市民と認められた市民に対する特権と免除権に限られるとされた。さらに最高裁は公民権裁判で、修正第14条は州の行動に限られ、私的な個人や組織における人種差別を違法とする権限は連邦議会にないとした。 これらの判決はそれ以後も覆されていないし、実際にその後も数回具体的に確認されてきた。修正第14条が成立してからの数十年間、最高裁は黒人が陪審員になることを禁じる法律を向こうとし、選択事業の規制において中国系アメリカ人を差別する法を向こうとした。これらは平等保護条項に基づいたものだった。プレッシー・タイ・ファーガソン事件では、 最高裁は、州が相当する施設を提供できれば、人種差別を課すことができるとした。いわゆる、分離すれど平等原則の始まりである。公民権の中に含められたものに対する民衆の理解は、現代よりも、修正第14条が批准された当時はより制限、されており、刑事裁判所や民事裁判所、判決、及び適用される場合は、公務員の有用性における、 平等な待遇というようなこととされていた。この考え方では政治的な権利は修正第14条ではなく修正第15条とその投票権で初めて保障されることになった。社会的な権利は1967年のラビング対バージニア州裁判で初めて明確に現れた。この時は反異人主間結婚法を意見と宣言した。 修正第14条は広範な反差別原則を包含するように意図されているか、少なくとも初期の制限された公民権の考え方よりも広く個人の権利を宣言していると主張するものが多い。この観点では、プレッシー・タイハーガソン事件は、平等保護条項の元々の意味合いを制限して適用するようにしてしまった。裁判所は、ベリアカレ事態ケンタッキー州事件で、 さらに制限するように動き、総合大学が黒人と白人の双方の入学を認めることを禁じることで私的な関係者に、州は差別を強いることができるとした。20世紀初期までに、平等保護条項は、オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア判事が、憲法論議の最後の手段と片付けるまでにその光を失ってしまった。裁判所は、分離すれど平等原則を50年間以上も、 保持し続けた。しかし、裁判所自体が、州によって提供される差別された施設が決して、平等ではないことを見出した多くの事件があった。そこへ、ブラウン対トピカ教育委員会事件が起こった。ブラウン事件については、南部の白人から反対運動が起こり、連邦裁判所は、何十年も、ブラウン事件判決の拘束力を迂回させようという、試みに対して強制させようとしてきた。 この結果、デトロイトやボストンのような北部の主要都市を含み国の多くの場所の連邦裁判所によって、議論の多い強制バス通学の布告が下された。ブラウン事件から半世紀が経ち、裁判所は平等保護条項の及ぶ範囲を、女性、外国人及び、非着室氏のような歴史的にも不利益を被ってきた他の集団まで広げてきた。ただし、 人種に基づく政府の差別に適用されたものより、いくらか緩やかな適用の仕方である。1880年代の初めから、裁判所は修正第14条の適正手続き条項を、個人的な契約に対する基本的な保護を与えるものと解釈し、ある範囲の社会的及び経済的規制を禁じてきた。裁判所は修正第14条が、契約の自由。 すなわち雇用者と非雇用者が、州の大きな干渉なしに賃金について取引ができることを保護しているとしてきた。1905年のロックナー対ニューヨーク州事件ではパン屋で働く者の,の、最大労働時間を規制する法律を無効にし、1923年のアドキンス対子供病院事件では最低賃金法を無効とした。しかし、裁判所はいくつかの経済的規制は肯定した。 州の禁止法、鉱山労働者の最大労働時間を宣言する法、女性労働者の最大労働時間を宣言する法、及び麻薬を規制する連邦法と鉄道ストに対するウッドロー・ウィルソン大統領の干渉である。裁判所は1937年のウェストコーストホテル対パリッシュ事件で契約の自由を保護する判例であるロックナー対ニューヨーク州事件。 アドキンス対子供病院事件などの判決を覆した。これはニューディール政策の中にあってニューディール政策の立法を違憲とする一連の判決に続いてフランクリン・ルーズベルト大統領が1937年に司法制度最高制法で脅しをかけた影での判決であった。実際にロバーツ判事の投票にこの脅しが変える力があったかどうかについて 当時の表金者は、時間通りのスイッチが9人を救ったとジョークを言ったが、今日でも議論されているところである。ルーズベルトの法廷拡張案は、廃案となった。最高裁が、州による経済規制を覆した基本的適正、手続き判例を断固として拒んでいる一方で、過去40年間に、プライバシーの権利やいくつかの親権のような個人の多くの基本的権利を認めてきた。 これらは、州が狭い範囲で定義した状況下でのみ規制ができるものであった。実際のところ、修正第14条の提案者と批准した者たちが、特権と免除権条項で表明した意図の多くを満たす大案を作ってきた。ただしその条項と初期の判決の不一致を認めたわけではなく、また修正第14条が要求しているとみなされる方法で州に対して連邦政府が持っている。 関連権利をすべて取り込むことを選択したわけでもない。取り込みの原理は十分になされてきたのではないが、特権と免除権条項の代わりに適正、手続き条項という扱いにくいまた予想していなかった手段で、ほとんどすべての権利の適用を各州の権利法案の中に明確に落とし込むために使われてきた。その結果、修正第十四条は連邦裁判所がこの分野に介入して、 適正手続きと平等保護の保障を強制できるように、しただけでなく、言論の自由、心境の自由、不合理な捜査や残酷で異常な刑罰からの保護、及び他の政府権限に基づく制限といった基本的権利を導入させた。現在、最高裁は適正手続き条項が第5条の一部とは、刑事告発が大陪審基礎手続きに従わねば、ならないことである。 また民事訴訟に関する修正第7条は取り込んでいない。裁判所は適正手続きの及ぶ範囲を大きく拡大し、政府が公務員を辞めさせるとき、公立学校から学生を対抗させるとき、あるいは生活保護受給者の取り分を減らすときなど、ある種の校長を要求している。修正第14条の提案者は、それが、 選挙権にまで及ぶとは思っていなかったので、さらに修正第15条で投票時の人種差別を禁じた。1962年のベーカー・対カー事件と1964年のレーノルズ対シムズ事件以降、最高裁は平等保護条項をもとに、衆議会の議席と選挙区を一人一票の原則で割り当てるよう要求している。また、人種が 中心議題となった区割りは無効としている。1993年の正体での事件では、サウスカロライナ州が州議会の区割りを決めるにあたって、歴史的に代表数不足となっている地区と並行させるため黒人多数の地区を作ろうとした計画を禁止した。2006年のラテンアメリカ市民連盟隊ペリー事件では、トム・ディレイのテキサス州地区割り計画が、 意図的にラテン系住民の投票権を犯し、平等保護条項に違反しているとした。しかし、これらの判例はどちらも、政党の勝手な選挙区改定への干渉は拒否し、人種や民族による改定に反対しているのであって、それらは、州の権限の範囲内にあるという見方では、一致している。修正第14条、第2説は、アメリカが州国会員の議席配分を決めたものであり、 基本的に全住民を積算して割り振りを決め、もし州がある人間の投票権を不当に否定するならば、その割り当てを減らすことを決めた。第二節、大議員は各州の人口に応じて割り振られる。この時各州の全人口を数え、無税のインディアンは除外する。しかし、アメリカ合衆国大統領及び副大統領の選挙人の選出、アメリカ合衆国会議員、 州の行政と司法の役人があるいはその議会議員の選挙での選挙権が21歳に達しており、アメリカ合衆国市民であるその州の男性住人に対して否定されるか何らかの方法で制限される場合、ただし反乱や他の犯罪に参加しているものを除き、大議員割り振りの数はその州の21歳以上の男性市民全体の人口から選挙権を否定。 または制限された人を現じた人口に比例して、減じられるものとする。この不死は、アメリカ合衆国憲法第一条で、アメリカ合衆国会議員数及び、選挙人数を算出する根拠として、奴隷人口の5分の3を足すとしていた条項を、覆すことになった。しかし、21歳以上の選挙権を否定した場合に、アメリカ合衆国会議員の数を減らすという規定は一度も、 実行されなかった。南部の諸州は1965年の選挙権法が成立するまで多くの黒人の投票権を妨げていた。第3説、アメリカ合衆国議会議員、国の機関の役人、衆議会議員、あるいは州の行政及び司法の役人としてアメリカ合衆国憲法を支持することを以前に誓い、かつそれらに対する反乱に加わった者、あるいは、 その敵に対して援助や同調した者は、アメリカ合衆国会員、または上院議員、大統領及び副大統領の選挙人、あるいは国、または州の公的、軍事的役職につくことはできない。ただし、アメリカ合衆国議会が各院の議席の3分の2以上で決した場合は、その禁止規定を排除する。第3説は、何らかの公的役職を経験し暴動。 反乱あるいは反逆に加わったものは議員や選挙人に選ばれないように規定している。しかし議会の3分の2以上の賛成でこの制限を除くことができる。しかしこれは訴求的な罰に当たるため資格白奪を定めた法はこれまでない。1975年ロバート・ E ーリーの市民資格が議会共同提案により1865年6月13日に 遡って回復された。1978年、病院の3分の2以上の賛成により、ジェファーソン・デイビスの公職追放が死後解除された。第4説、法によって認められたアメリカ合衆国の公共負債の有効性について、暴動や反乱の鎮圧に従事した者に対する恩給や補助金の支払いに要する負債を含め、問題にされることはない。ただし、 アメリカ合衆国も、いかなる州も、アメリカ合衆国に対する暴動や、判断の援助に要した負債や、損害賠償、あるいは、奴隷の損失、または、解放に対する保障要求に対して支払い義務はない。そのような負債、損害賠償及び保障要求は違法であり、無効である。第四節は、アメリカ合衆国が、奴隷の損失に対する保障。 あるいは南軍によって被った負債を払う必要がないことを確認した。例えばいくつかのイギリスやフランスの銀行が南北戦争中の南軍に貸し付けを行っていた。この修正条項にもかかわらずアメリカ連合国の債券は額面からは相当に減額された価格で何年も市場で取引されていたが、これはアメリカ合衆国が 最終的にそれらを引き受けるという期待があった。なお、2011年1月から7月にかけて紛糾し、ホワイトハウス、民主党とアメリカ合衆国会員、共和党との清掃に発展した、連邦債務上限引き上げ問題において、財務省に設けられた特別チームが、第4節前段の適用により、債務上限に関係なく財務省証券を、 発行し続けることが可能かを協議していたことが報道されている。しかしバラク・オバマ大統領は7月6日に憲法に論点を移すことなど考えるべきでないとこの議論を批判。7月27日にホワイトハウスは憲法を引用することで突然借り入れが可能になることはないとの公式見解を示した。第5節、アメリカ合衆国議会は適切な立法により本。 修正第14条の条項の思考権限を有する。1966年のカッツンバッハ対モーガン事件で、アール・ウォーレンはこの不死を広く解釈したが、ウィリアム・レンキストは1997年のボーンシュタイ・フローレス事件や2001年のアラバマ大学新宅院解体、ガーレット事件で狭く解釈した。他にも、テネシー州大レイン事件や、ネバダ州人的資源局体、 ヒップス事件の判例がある。連邦議会は修正第14条を1866年6月13日に提案した。当時合衆国に加盟する州は37であり、アメリカ合衆国憲法第5条に従い、有効となるためには28州以上の批准を必要とした。1868年7月9日までに28州が批准した。 コネチカット州、ニューハンプシャー州、テネシー州、ニュージャージー州、オレゴン州、バーモント州、オハイオ州、ニューヨーク州、カンザス州、イリノイ州、ウエストバージニア州、ミシュガン州、ミネソタ州、メイン州、ネバダ州、インディアナ州、ミズーリ州、ロードアイランド州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ネブラスカ州、アイワ州、アーカンソー州、フロリダ州、ノースカロライナ州しかし、 オハイオ州は1868年1月15日に批准の撤回を申し出る決議を通した。ニュージャージ州議会も1868年2月20日に批准を撤回しようとした。ニュージャージー州知事は3月5日に撤回に対して拒否権を使い、議会は3月24日に知事の拒否権を覆した。その結果、1868年7月20日、国務長官、 ウィリアム・スワードは撤回が無効であれば修正第14条は憲法に組み入れられると認証した。議会は翌日反応し、修正第14条は憲法の一部であると宣言し、スワードに修正条項の交付を命じた。一方で他に2つの州が修正第14条を批准した。アラバマ州、ジョージア州各して7月28日、スワードは 議会の主張する撤回が無効であるということを確認することなく、無条件で修正第14条は憲法の一部であることを認証した。その後も批准や撤回があったが、象徴的な意味合いとなった。オレゴン州、バージニア州、ミシシッピ州、テキサス州、デラウェア州、メリーランド州、カリフォルニア州、ケンタッキー州、修正第14条の批准については、多くの者のが、 憲法第5条に違反していると主張している。例えば、ブルース・アッカーマンは次のように言っている。1968年、ユタ州最高裁は、修正第14条に基づく、合衆国最高裁の判決に対する憤満を表現するために、人身保護令状の問題を添加し、修正第14条自体を次のように攻撃した。修正第14条を27州に批准させるために、 最初は拒絶した州も、軍隊の占領下での強要で批准した者を参入し、最初は批准したが後に提案を拒否した州も、参入する必要があった。議会の一部の派閥に不正直な係数を任せておく、ことは極度に危険なことである。両院を支配する政党が、反対党の議席確保を阻止し、憲法の修正に効力を与えるために、共同決議案を通すこともなく、 ジョージア州では1957年に連邦議会に対するジョージア州嘆願書を採択し、修正第14条の批准の有効性について議論を投げかけている。ありがとうございます。